やらなければいけないんだ俺が。 トランクス、未来のみんなを生きていらせてって思ったんならいつでも相談してくるよなスーパードラゴンボールならまた1年後集めればいいんだからありがとうございますでも禅王様や破壊神の怒りを買って宇宙を消滅させられたら大変ですから。 それに、未来の世界で父さんや悟空さんがいなくても宇宙最強を目指して自分の力で世界を守りたいと思うんです <laughs> まったくベジータったらいつまでもへそ曲げてあいつ力の大会で他の宇宙を救おうとしたことをトランクスがみんなに自慢したもんだから。 照れてんのよ大丈夫です母さん俺はもう分かっていますから父さんが俺たちのことをちゃんと見てくれているってことそっかそれじゃあ皆さんお元気でいつかまた必ず会いましょう